10月20日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に上昇しております。昨日と比べて3円26銭高の2万1451円78銭で午前の取引を終えました。トピックス東証株価指数も 0.35 ポイント高、 JPX 日経400も 0.55 ポイント高とそれぞれ小幅に上昇しております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 48% の981銘柄、値下がり銘柄数が約 45% の915銘柄でした。トピックス規模別株価指数でも大型、中型、小型それぞれやや違った動きとなっておりますが、大型株はマイナス 1.3 ポイント、これに対して中型株指数はプラス 3.5 ポイント、小型株指数がプラス 4.3 ポイントということで、大型株指数は小幅に下げておりますが、中型と小型がしっかりという展開でした。商いは最近としてはまずまずといったところでしょうか。特に多くもなく少なくもなくという印象です。売買高は7億8000万株余り、売買代金は1兆1984億円、約1兆2000億円の売買代金で全引けとなりました。日経平均株価昨日まで13営業日続伸ということで29年ぶりの連騰記録に並んだということでありましたが、今日もしこのまま高く引けますと1960年から61年の1月にかけての連騰記録14日続伸に並ぶということでありまして注目されております。朝方は売り注文が先行して始まりました。昨日のアメリカ相場は大きな動きがあまり見られませんで小動き、為替相場も特に大きな動きがありませんで昨日までの連騰を受けまして利益確定の売りなどがやや優勢で始まりました。ただ朝方の売り注文が一巡した後は為替市場で徐々に円安ドル高の流れとなりました。アメリカにおきまして税制改革の審議が進むのではないかという見方で時間外取引でアメリカの長期金利が上昇して為替市場で円売りドル高の流れとなりました。これが東京株式市場の追い風となりまして朝方安く始まった日経平均株価結局全引けにかけてプラスになって引けております。このまま大引けまでいけるかどうかということで注目されますが、もっともあさって日曜日には日本の衆議院総選挙の投開票日を控えているということもありまして、この内容を見極めたいといったムードも強く、商いがそう大きく膨らむ状況にはなってないということであります。こういった中で個別でまず上昇した銘柄としましては、個別銘柄で上昇した銘柄としましては7518ネットワンシステムズが大きく上昇しました。こちらは株式分割を考慮した実質では2006年以来およそ11年ぶりの高値という水準に買われております。昨日の取引終了後に今3月期の第2四半期の業績予想上方修正したというのが素直に好感されました。逆に下げた銘柄としましては7201の日産自動車、こちらは 1% を超える下落、 1.8% ほどの下げで全引けとなっております。こちらは国内にの完成車工場全工場で国内向けの車両の出荷を停止すると昨日発表しておりまして、この業績への影響が懸念されて売りが優勢となりました。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。